大西洋上にて降伏するドイツ海軍潜水艦 U-234、米区畜艦殺到により撮影 U-234 は第二次世界大戦中にドイツ海軍によって建造された XB 型潜水艦の位置艦 U ブート234、23またはアンターシブート234の略称である。当初は機雷不設潜水艦として建造。 後に輸送潜水艦として設計変更された。1944年3月2日収益、心臓艦訓練を受けた後、中日ドイツ大使館付、武漢、ドイツ人技術者、当時のドイツ軍の新兵器、並びに、ウラン海を日本へ輸送する任務が課せられた。U-234 は、1945年3月24日に、 ドイツのキール軍港から240トンの積み荷とともに日本に向け執行している。館内にはドイツで潜水艦建造を学んだ友永秀夫技術中佐、イタリア、ドイツでジェットエンジンを学んだ庄司元造技術中佐とドイツの軍人や民間人が便乗していた。ドイツ人の内訳は1939年春、以来中日ドイツ大使館付空軍部官を務める。 ボルフガング・フォング・ロナウ空軍少将の後任として、赴任するウルリッヒ・ケスラー空軍大将、海軍法務官、カイニー・シュリング、電波兵器の専門家で、後に、アメリカ軍の兵器開発のために働くことになる、ハインツ・シュリッケ博士、目262ジェット戦闘機のトップ技術者の一人で、あるアウグスト・ブリンゲバルト。また、友永技術中佐が、U235 と記入した積みにも積み込まれた。 U-234 は、キール出航後の3月29日、バルト海で先行中に U-1301 と接触事故を起こした。その修理後ノルウェーのクリスチャン戦から4月16日午後、再度出航した。1945年5月10日に、大西洋上にて浮上した際、ドイツがすでに降伏したことを知った艦長のヨハン・ハインリヒ・フェーラー海軍隊員は、 一時は、日本人便乗者を、南米の中立国アルゼンチンに送り届けることに、決するが、米日海軍総司令官の降伏命令と部下の、安全を優先して、アメリカ軍に降伏することを決心。友永と庄司両技術中佐は、捕虜となるのを、潔しとせず自決した。5月14日、北大西洋条の通称、フレミシュキャップの東海上にて、打捕命令を受けた。 米海軍の護衛駆逐艦、サットンに停戦を命じられ、乗組員はその場で、総船要員を除く全員が退官することとなる。その後アメリカ海軍のダホ海港員らにより、U-234 は一旦、メ州、キャツコ米へ向かうが、そこでの積み荷の一部の紛失を、後にベルマハントペンシルベニア州立大学元教授らにより、指摘されている。その後、 U-234 はニューハンプシャー州ポーツマスに向かう。米海軍はこの機構時点で約 550kg の U-235 の積み下ろしを記録しているが、この時なぜか、ウラン海同様、積み荷目録にあったはずの分解済み目262型ジェット戦闘機の存在が米海軍側の資料に記録されていなかった。つまり、 このことが当初ドイツ側の目録に記載されていた積み荷の一部がこの時までに他の機構地で積み下ろされていたのではないかとの疑惑を生む原因となった。標的艦として米潜水艦グリーンフィッシュからの来撃によりその最後を遂げる U-234 積み荷を回収された U-234 はその後米海軍の標的艦とされ 1947年11月20日、ケープホット沖北東およそ40海里の海上にて、米潜水艦、グリーンフィッシュからの一発の雷撃により、その最後を遂げた。U-234 以外にも他の U ボートや、日本海軍の異号潜水艦が、日独艦の輸送任務に従事していたが、多くは異号潜水艦によるものだった。 成功例としては1943年10月5日、ビシー政権下のフランスから祖国を目指して袋に着いた第二次使い読艦、イ8 0 0が唯一である。最後となる第五次使い読艦として1944年4月23日にクレオ出港したイ5 2戦は6月25日の到着直前にビスケーワンにて米韓再起の攻撃で撃沈された。ありがとうございます。